い、皆さんこんにちは。先ほど一つ前のセッションの福室と同じ開発1センターでサーバーサイドの開発をしています佐藤春樹と言います。で、担当はですね、スタンプですね。皆さん LINE を使っていただいていると多分一度ぐらいはスタンプを使っていただいたかなと思うんですけども、で、そのスタンプの今年の、最新の機能ですねのカスタムスタンプの話をさせていただこうかなと思っています。で、我々もサーバー側では先ほどのセッションで出てきたようなアルメリアだったりセントラルドグマといった LINE のオープンソースソフトウェアも使っていますし、この次のセッションも実はスタンプに関係するセッションだったりしまして、結構スタンプが使われる場面も多いですし、社内でもいろんなチームいろんな組織と協力しながらやっています。で、今回の内容としては、カスタムスタンプ自体の話と、その中身がどういうふうに動いているのかで、もう一歩、進んで、じゃあ開発をどういうふうにしたのかっていう話をちょっとだけさせていただこうかなと思います。で、時間は限られてますので、これもその触りをしながら、皆さんもしかしたら会場内とか懇親会でまたお話ができたらいいなと思っています。で、まずはカスタムスタンプなんだろうっていう話なんですけど、今年の4月に出ているので、もしかしたらこの記事も見たことがある方がいらっしゃるかもしれないんですけど、LINE のスタンプ、基本的にはその画像が送信されて、友達に見えるというサービスですね。で、この中の画像の一部にテキストを埋め込むといいますか、この部分、例えばこの写真といいますか、このスクリーンショットだと山田となっている部分をあなたが変えられますよというのがカスタムスタンプですね。で、これが本当に振り返ってみると3年ぶりの新機能なので、結構その間にいろいろあったりとか、3年間かけたわけではないんですけど、いろいろやった結果、ようやく出た新機能がこれということですね。で、皆さんエンジニアだと思うんですけども、じゃあどうやって動いているのかっていうところを気になる方が多いかなと思います。で、基本的には想像通りといいますか、結構スタンダードのやり方をしているとは思うんですけど、スタンプっていうのはもともと画像ですね。で、それとは別にテキストを画像化したものを、持ってきて、それをクライアント側で合わせてあげると。で、こういったやり方をしているのには、例えば LINE の場合はですね、 iOS のクライアントもありますし、 Android のクライアントもあります。で、デスクトップも Windows と Mac と、で、場合によっては Web でも見える。で、最近だと LINE の中のカメラの編集機能でスタンプが使える場面だとか、スタンプを使うこと、そういう場所っていうのがいくつか増えていくという、考えをしていて、で、その中で使いやすいもので、サーバーサイドでこの文字に関してもフォントのレンダリングをしてあげようというのが今回のアプローチになっています。で、もう一個踏み込むと、じゃあ文字が与えられますと、ここでは例えば変えるって、誰かが入力したとして、それを、フォントがあったりとかすると思うんですけど、どう画像にするのかですね。で、今回のカスタムスタンプの内側では、この文字を画像化する場合に SVG をレンダリングするというアプローチをとっています。なので SVG を画像にするものが必要なんですけど、そこでさらに Apache Batik というライブラリを使っています。で、なのでここでは、すごいサンプルとして適当に書いてあるものなんで本当に適当なんですけど、我々が持っているデータとしては、ユーザーが入力したテキストと、我々が内部的に持っている、スタイルと呼んでいるんですけど、場所だとか、向きだとかですね、SVG のパスで表現できるものが持っているんですけど、例えば分かりやすく言えば、例えば傾けたりとかで、あと内部的には縦書き横書きとかをサポートしたりしています。はい、で、ここまでがすごい簡単な、LINE のカスタムスタンプがどう動いているのかですね。で、その上で我々ちょっとまた、観点が違うんですけど、どう開発をしたのかっていうところをちょっとお話しさせていただこうかなと思っています。先ほどもちょっと3年ぶりという話をしたんですけど、もともとカスタムスタンプのアイディアというものは2018年より前からやっぱり、ある程度アイディアとしてはずっとあって、なんですかね、その検討したりとか温めてきたものでした。で、そのこのプロジェクト実際、始めたりとか実現するきっかけっていうのは、2018年で去年ですね、去年の夏頃に、
まあ、我々開発チームの内部のワークショップとかをしてたんですけど、その時にまあ開発チーム内でプロトタイピングをして、まあ、実際そのこのサーバーサイドレンダリングだとか SVG を使うというアプローチが、このプロダクトカスタムスタンプというのを作るのに役に立つ、実際できるよっていうことを、まあ、実際にみんなが見える形で見せてあげたっていうのがきっかけの大きなものだったと思っています。で、去年の9月にキックオフを実際にしまして、で、まあ、予定はもうちょっと早かったんですけど、いろいろあって今年の4月にこのカスタムスタンプ3年ぶりの新機能をリリースすることができました。で、LINE のスタンプの場合にはクリエイターズマーケットというサービスもありまして、こちらで登録開始が今年の9月で、販売開始が10月で、今回その新しい新機能で、まあ、久しぶりのものだったんですけど、このクリエイターズマーケットまで含めて、まあ、スケジュールがきちんと入って、まあ、まるっときちんと何ですかね、進められたというのがかなり良かったことかなと思っています。で、まあ、こういった形で、まあ、技術的な課題であるとか、まあ、実際その自分たちがプロトタイピングから、まあ、別のクリエイターズマーケットというサービスとインテグレーションするところまで全て考えると、まあ、いろんなことをやっぱりその課題として持ったりとかで、それを解決してきたなと思っていて、でそれをちょっとずつキーワードだけになるんですけどご紹介させてください。で今回、まあ LINE のスタンプとして使えるものっていうのを本当に、まあ、作りたいというのが本当になんですかね、その出発地点にあったので、フォントを上手にレンダリングするであるとか、まあ、どこでも使えるみたいなことはすごい重要視していました。で、まあ、その手段として SVG を使ったわけですけど、まあ、この SVG も、まあ、実際レンダリングしてみたりとかテストしてみると、まあ、皆さんももしかしたらどこかで見たことがあるかもしれないですけど、フォントの問題だったりとか、まあ、そのレンダリング、レンダラー自体の問題っていうのは結構やっぱり引っかかったりとか落とし穴があるなというのが分かりました。で、今回スタイルって言ってた先ほど SVG で持っているものなんですけど、スタンプっていうのはもともとPNG だったり、まあ、あとアニメーションのものはアニメーション PNG を使ってたりするので、結構既存のフォーマット、既存のツールが使えたんですね。ただ今回の新機能に関してはその既存のツールがないものだとか、その SVG をエディットして何でしょう、一緒に画像とガッチャンコしてくれるようなツールみたいなのを考えてみると、まあ、あるのかもしれないんですけど、なかなかいいものがなかったというのがありまして、で実際その我々としてもどういうツールが本当にいいのかもよくわからないという世界でした。でその実際画像とスタイルというデータがあって、じゃあスタンプを作る人は一体どういうふうにそれを作るんだろうとか、まあ、イメージを登録してスタイルを作るのか、まあ、スタイルを登録してからイメージを作った方がいいのかとか、そういうことも考える必要がありました。で、先ほどその全体のスケジュールとしてはクリエイターズマーケット、その一般の LINE のユーザーさんが使える機能も視野に入れたいというのがあって、ということはまあここで作るツールだとかっていうのは誰でも使えるもの、まあ、オープンにできるものがいいなっていうのがまたあったんですね。なのでこういったことを考えながら、まあ、これそれぞれを解決しなきゃいけないというのが大きな課題でした。で、まあ、これもキーワードだけとか、まあ、ちょっと本当に触りだけの紹介になってしまうので、もしよかったらまた会場内でとか、まあ、懇親会でまた声をかけていただいたらいいかなと思いますけども、先ほど申し上げたフォント、いかにそのよくレンダリングするかとか、どこでも使えるような結果、よくまあ何ですかね、言ってしまえば見栄えのいいフォントレンダリングを実現するという点で、まあ、我々はサーバーサイドのレンダリングを採用しました。で、SVG から画像に変換する部分で、まあ、Apache Batik という、ライブラリを使っているんですが、まあ、ここも、まあ、実際にそのまま使うと、まあ、うまくいかないことがまだあったので、我々の使っているバージョンは我々がパッチをしたバージョンだったりとかで、それに我々がこのための設定を、適用して使用しています。で具体的には例えば、まあ、先ほど申し上げたその縦書きだとかですね、あと我々タイでもサービスをしていまして、タイ語のフォントもレンダリングしているんですが、タイ語のフォントのレンダリングは結構落とし穴がやっぱりありまして、特に SVG のレンダラーではパフォーマンスの理由で、まあ、サポートされてない機能とかが結構普通なんですね。でそこに関して我々は、まあ、クオリティを求めるためにきちんとパッチをして、まあ、設定もしっかりしてというやり方をしていました。でそれからそのスタイルですね、この
テキストを置く場所だとか向きだとかそういったものをエディットする機能というのも実際我々はそのスタンプを作るチームだとかクリエイターズマーケットであればクリエイターさんにヒアリングをして、まあ、どういったものがいいのか既存のものはないのかというところも含めて検討した結果、まあ、実際自分たちで作った方がいいよねっていうことで自分たちで作って、まあ、それをクリエイターズマーケットでも使えるとオープンに使えるものっていう形で提供しているということになります。はい、で、まあ、まとめといいますか、まあ、繰り返しになるんですけども今回、まあ、カスタムスタンプという結構久しぶりの新機能を出したんですが、まあ、それは結構あれですね、いろんなことを考えて開発チームとしてもその運用をするチーム実際それを使うチームとか、まあ、あとクリエイターズマーケットまで含めるといろんなユーザーさんに使ってもらえるものと考えていろいろなことを考えてやってきました。もしまたよろしかったら懇親会などでよろしくお願いします。ありがとうございます。